おいっす、こんにちは、みえりです。今回は、ムツツクモと天聖アノビスで、ヘパイストストラゴン挑戦していきます。決して安定というわけじゃないんですけども、まあ、クリアできなくはないという。まあ、コンボの運が絡むんですけど、まずは、まあ、スキル使いますよね、毎ターン。一旦のやつ連れてきてあげて、キラーが刺さるようなパーティーになってるんで、全部。ここが神と体力で、バルディンが神体力両方持ってて、ジュリが、神ですね、刺さるので、まあ、9コンボでもしてあげれば抜けるかなって思います。あと1個欲しい。 OK、 9コンボで多分抜ける。よし。で、次が覚醒アポロンですね。覚醒アポロンは回復と攻撃かな。なんで、ジュリがまた1本攻撃と、こっちが回復と攻撃両方持ってるんで、またバルディンが2本刺さる感じになってます。ここも9コンボ欲しいですね。これで、あと1個欲しい。あと1個来ないか。こうなるとね、盤面を変えられちゃうので、ちょっと運ゲーになっちゃうんですよね。あんまり良くないんだけどね、このやり方は。まあちょっとワンパネ抜けなかった場合の対処法で、ここは最初はね、支援されるんで聖地でもかましてあげて、あ、上の闇決まってたか。で、まあ豆プレッシーが帰ってき次第突破していきます。あー、回復待ちにした方がよかったかも。もう1コンボ本当は欲しい。 OK、 これは抜けたかな。まあ、これでドンと。本当は覚醒アポロのところがもうちょっと安定するんですけど、盤面次第では。覚醒アポロも9コンボしてあげれば安定しますね。ただ別にこれは安定パじゃないので、まあもしクリアできてない人で、まあこういうパーティーが組める人がいるんだったらいけなくはないと。まあアヌビスとツクモを使ってあげて、一旦のやつ入れて、まあキラーは最悪、んー、でもあった方がいいと思うんですけども、なくてもコンボシアでどうにかなるかとは思います。まあヘパドラクリアしてない人向けの動画でした。どうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。またツイッターもやっておりますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。パズドラにおきましては、このモンスターでこのダンジョンクリアしてほしいといったリクエストを随時募集しておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。